2012年9月30日、西武秩父線横瀬車両基地で西武トレインフェスティバル2012 in 横瀬が開催されました。広い横瀬車両基地の構内には西武鉄道の人気車両が並べられました。中でも多くの電気機関車は人気が高いようです。パンタグラフは上がった状態がやはりいいですよね。車庫の中ではグッズの販売などが行われています。すごい人出ですね。はじめくじなしだっけ。あげます。4等はこちらです。お待たせいたしました。5.1枚、はい、380円になります。今回はバスや消防車などといった働く車コーナーも設けられました。去年より今年も盛り上がってるんですよ。どうぞ皆様ご参加ください。あんまりいませんでした。寒かったです。私は新たにこの西武のバス、それから消防、救急、パトカー、アセバー、というのを初めて。それでやっぱり時間を保つにはこういうものはですね、同じフェアの中でも重要だと思います。どれがいいかな。何でしょう。3000系出ました。どの年齢層でも楽しめる西武トレインフェスティバル、来年の開催が今から楽しみですね。